ですね。では目線後ろの、えー、上の方にありますムービーカメラにお願いいたしますじゃあ手を振っていただきましょうはいお願いいたしますムービー撮っておりますシックなお衣装皆さん素敵ですねはいムービー撮らせていただいておりますムービーはいかがでしょうか続き手を振っていただきはい、はい、ムービー撮っておりますもう少しでしょうか あいい手の振り方でありがとうございますお上品な手の振り方ですムービーありがとうございますムービー OK ですで本日はですね YouTube ワウワウ公式チャンネルで生配信もしておりますので配信ご覧になられている皆様に向けてもぜひお手を振っていただけますと皆さん嬉しいと思います今手を振ってくださっているカメラがはい配信用のカメラでございます皆様専用のこれ今手振りタイムでございます ご覧の皆さんもね、お忙しい中ご視聴いただいてお時間作っていただいてありがとうございます長めに手を振っていただきましょう頭がすみません。はい、YouTube のね、画面の向こうにもたくさんの方視聴してくださっておりますいかがでしょうか専用のお手振りタイム永遠に見てられますが、ね、そろそろ終了でよろしいですか終了でございます皆様どうもありがとうございました え、まずは本作の主人公15年前の事件を追う新進気鋭の映画監督、長谷部香織を演じられました。北川景子さん、ご挨拶をお願いいたします。はい、えー、皆さんこんばんは。長谷部香織役を演じました。北川景子です。えー、っと今日はまだあの公開放送前の作品なんですけれども、作品の魅力を皆さんにお伝えできたらと思います。本日はよろしくお願いします。 まりから事件の映画化の話を持ちかけられる新人脚本家の甲斐真宏を演じられました吉岡里帆さんお願いいたしますはい、えー、皆様、えー、こんにちは、えー、甲斐真宏役を演じました吉岡里帆です、えー、今日はですね本当にあの皆さんと一緒に登壇できるということで私も楽しみに来ました、えー、短い時間ですが今日はよろしくお願いいたします 事件の犯人として死刑囚の身になった立石力斗を演じられました。竹内涼真さんお願いいたします。竹内涼真です、えー。放送前にこういう場に呼んでいただけて本当に嬉しいです。えー、先日僕も完成した、えー、の全部見たんですけど、すごく素敵な作品なので、えー、その魅力を、えー、今日皆さんにお伝えできたらいいなと思っています。今日はよろしくお願いします。 あヒロの子である大物脚本家大畑隆子を演じられました黒木瞳さんお願いいたしますはい皆様こんばんは黒木瞳です大物脚本家ということで大物脚本家の先生方たくさんいらっしゃるのをず存じ上げておりますけれどもまあそのようにできたかどうかちょっと内心不安ではありますけれども、えー、今日は最後まで皆様おたしお楽しみいただけたらと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますえまず北川さんは はい、はい、今年デビュー20周年という節目でもありますおめでとうございます。<laughs> ありがとうございます。ますすはい、ありがとうございます。すごいです。大畑隆子は有名脚本家でマヒロの師匠でもあります。えそしてマヒロに助言を与えながら自身も次第に事件に興味を持っていくという役柄で登場人物の中でも大人な存在として非常に重要な位置づけになっているかと思います。改めて黒木さん演じられていかがでしたか。 えー、今回の役はこう自分が今まで経験してきたこととか経験した中からこう習得したスキルなど脚本家としてヒロ、まあ、ちゃんに、えー、バトンを渡すという役柄だったんですけれどもやはりんでしょうか厳しくもあり温かくもあり。 優しさだけでは無関心ですし、だからそのあたりの塩梅というかそのあたりが、えー、大変難しい役どころではありました。ただあの監督とその始まる前にお話をさせていただいたので、まあ、なんとか消化できたかなというあの気でおります。ただあの女優としてというか自分自身のことを考えますと、あの自分の 経験したことやスキルをこのお二人の女優にこう女優としてのバトンを渡せるかってまあ果たしてどうなんだろうって考えた時にやはりあまあまだまだ私は未熟だななんて思ったりして。 あの普段役と自分と重ね合わせて演じたりはしないんですけれども今回はそのようなことを考えたりしましたので本当に難しかったですしもっと頑張らなきゃとも思,思いました、まあ、ちなみに「パトン」というのはあの渡したら終わりということではなくあのうんつなぐというか箱根駅伝のたすきみたいな。 そんな気持ちで、えー、渡せたらいいなっていうふうに、まあ、そんなことを考えましたあの作品は本当に素晴らしかったですなのであの本当に皆様はあのお楽しみいただけると思っており信じておおりり信じますすそうですね北川さんとはなんか、ね、音楽の話ばっかり現場でしたそうなんですよ、ね、す <laughs> 音楽好きで<の>、はい、趣味が合う感じで。はい ちなみに何系の音楽をお二人私はすごいとにかくデビッド・ボーイを知ってほしくて監督にご了承ししてたんですけど会話の半分がデビッド・ボーイの話だったっていう <laughs> この PV を見てくださいとか <laughs> <laughs> そ,そんな話ばっかりししてました<え> <laughs> 吉岡さんはいかがでしょうか、うん、吉岡さんはあのー、やっぱり吉岡里帆さんの声が僕すごい好きで <laughs>、あのー、ありがとうございます 本人はあの、ね、否定するんですけどとても特徴的な,なんかあの個性的なだからそれがセリフになってあの画面あのカメラの前で出てくるとすごく何て言うんですかねすごく不思議な気になってでさっきも本人に話したんですがそのしゃ,しゃべり方が僕にも映って。<laughs> なんか最近うう吉岡さん風の喋り方をめっちゃ聞いてみたいです、ね <laughs> うん、やってみてほしい <laughs> いつ出るんですか<や>それ <laughs> やってみてほしいという声がありましたけれども監督どんな感じでしょうかあ、すみませんそういうちょっとね面白いことできないんで無茶ぶりはちょっとやめてください <laughs> なるほどなるほどちょっと想像させていただきます<ー>吉岡さんそうおっしゃってますけど <laughs> いやなんか今千田さんがあの私の こうなんか要素が入ってるんだなって思うと面白いですよね <laughs> <laughs> 私的な内田さんなんだな今って思って <laughs>、はい、いやでも嬉しいうしいですよねすごく自分はなんか小さい時にあのなんかホームビデオみたいなので撮られた映像の自分の声がもう気持ち悪すぎて本当に見るのが嫌でなんでそういう風に言ってもらえてこう時を超えて。 今救われた思いがしますね。<laughs> はい、子供時代の私に言ってあげたいです。内田監督が褒めてくれるよ。って <laughs> はい,い、素敵な声というところで、会場の方もねたくさんの方頷かれていました。<laughs> そして、じゃあ黒木さんの印象をお願いいたします。今回の作品でのそうですね。黒木さんもあの初めてご一緒した時はちょっとビビってたんですけど。で。 でもすぐにあのやっぱりアイデアがとても豊富なあの。役者さんなんであのいろいろ話し合って、なんかこうした方がいいんじゃないかとかした方がいいんじゃないかっていう。やっぱりあの作品がどんどん面白くなるということを一緒にやっていける。あの女優さんだなと思いました。今回は、はい、ありがとうございます、えー。そうですね、とても深い作品で。 あの私は原作を読んだ時も脚本を読んだ時もまたこの完成した作品を見た時も思ったことなんですけどやっぱりこう人間ってそれぞれみんな大なり小なり何かこう問題というか人に言いたくないこととか辛いこととか何でしょう過去とか悔いとか罪とかそういうものをこう背負いながらこう蓋をしてなんとかこう やり過ごしながら日々を自分の中で折り合いをつけて生きている一生懸命に生きている生き物なんじゃないかなって思いましたで、この作品をご覧になった方の例えば置かれている状況でしたりこう過ごしてきたあの育ってきた環境とかによってどの輪のどのシーンが心に響くか胸を打つかは全然違うと思うんですけれどもでもこの作品を見た時にきっと皆さんには 人はそれぞれみんな違うけれども生きているだけで価値がある存在なんだよそれでもいいんだよっていうふうな,なんだろう許しというか救いというかそういう優しい一筋の光がこう指すようなそんな作品になっているんじゃないかなっていうふうに私は思いました。でちょっとあの本当にいいろろ天なな衝撃な展開が待ってるんですけども あのいろいろ言葉で説明するよりも本当にとにかく見ていただければあの明日から顔を上げて前を向いて進んでいこうというふうに思える作品にもなっていると思いますのでもう本当に一人でも多くの方にこの作品が届いてくれることを心から願っています。本本日は本当にお越しししいいたただきままてありがとうございました